はい、こんにちは。今回なんですけれども、ピクミンブルームにね、久しぶりにアップデートがやってきました。バージョンが76ということで、こちらのアップデートなんだけれども、結構ね、そのアプリのその見た目というか、その UI に関わるね、大きなアップデートがやってきました。で、今回のアップデートはね、なんていうか、その別に必須というわけではないんだけれども、なんか視覚的に面白いというかね、そういったアップデートになってます。紹介していくんだけれども、こちらですね。まず一番上、イベントチャレンジのお題をクリアした時のリワードを受ける際に表示されるアニメーションの速度を調整しました。引き続きタップするタイミングでリワードが変わることはありませんということですけれども、これどういうことかっていうとね、ちょっと戻ります。はい、現在開催されているこちらのイベントチャレンジですね。こちらのルーレットの回転のスピードが変わるという、そういった内容のアップデートなんだけれどもね、これがね、またね、とんでもないんだよね。もう見てもらった方がいいわ、これは。いきます。はい。わかります?これ。めちゃくちゃ速くなってるの、これ。これやばない?まあ、勝手に止まる、もう今勝手に止まったわけなんだけれども、これはね、なんでこういう風にしてあるのかな。で、さっきね、下の方に書かれていたこちらのルーレット、その引き続き目押しができませんという案内なんだけれども、今回もですね、以前もですね、まあ、ルーレットが遅かった時代も、このルーレットの目押しってもともとできないというアナウンスがまああったんだよね、運営から。ちょっとこのそのルーレットの回転スピードを変えるアップデートはちょっと謎ですよね。で、お次は、こちらはそのピクミンのお世話画面で、ホイッスルをダブルタップすることでピクミンの隊列が入れ替わるようになりました。その際にどのようなルールで隊列が編成されているのか画面上に表示されますということです。画面の上側、この辺ですね。この辺にちょっと注目しておいてください。このピクミンブルームの笛ですね。笛みたいなのがあるんだけど、それをダブルタップすると隊列を一気に入れ替えることができます。あれ?入れ替わんないな。あ、来た来た。ちょっと重たいですね。あ、来た来た来た。今ちょっと一瞬なんだけど分かりました。葉っぱつぼみ優先ってのが出てたと思うんだけれども、もう一回これダブルタップいきます。はい、今度はデフォルトと出ました。で、次。はい、お気に入りと出ました。どうやらね、これ僕知らなかったんだけど、このダブルタップでまあ隊列がまあ入れ替わるっていうのはまあ昔からあります。これはまあ昔からあるんだけれども、これってその3つのパターンに分類されるんですね。多分これルール的な今までもこのルールだったと思う。ね、こうやって、まあダブルタップして隊列を入れ替えます。はい、お気に入りになりました。はい、葉っぱつぼみになりました。全然気づかなかったんだけど、多分これ昔からこの仕様だったはずです。今がどんな順番で、ピクミンが出てきてくるのかみたいな、何優先で相当されているのか、呼び出されているのかっていうのがこれで分かるようになりましたね。この辺は今までそのクローズドな情報、ここが何ダブルタップすると呼ばれるピクミンはどんな条件で出てきているのかっていうのは、クローズドな情報だったんだけれども、今回のアップデートによって公になったってことかな。で、これやっぱりこのダブルタップ使えるのどんな時かっていうのは、お気に入りのピクミンを出す時にかなり使えます。ダブルタップをします。なかなか来ないな。ちょっとダブルタップ重いね。はい、ダブルタップしてお気に入り順に今並べました。で、お気に入りのピクミンは仲良し度8にしておいて、こんな感じで、ほら、僕の場合はお気に入りのやつを仲良し度8にしてます。ちょっと下の方に変なのも混じってるけど、お気に入りのピクミンをこんな風にしてるんだけれども、お気に入りのピクミンって僕の場合はだいたい仲良し度8だから、もうキノコとかに向かわせる際にですね、そのあらかじめ頭に花を咲かせておく、お気に入りのピクミンをそうとして、で、これお気に入りのピクミンをキノコでいつ向かわせてもいいように花を咲かせておくみたいな、事前準備、こういった感じで僕は使ってます。ちなみにお気に入りのやり方はね、ピクミンをタップして下の方にスライドさせて、ここの星ボタンじゃないですか、これを自由に押せるんで、この星がついているとお気に入りに入れることができます。
はい、そしたら次なんだけれども、次はピクミンのお世話画面で、フルーツや花びらを回収した時にその獲得物の種類と個数が表示されるようになりましたとあるんだけれども、まあこんな感じで、まあフルーツの使い今からちょっと出していきます。フルーツの使い出します。あ、帰ってきましたね。でこの画面ですね、この画面の時にこれをタップすると、今このここら辺にエキスプラス29みたいな感じで、そのテキストベースで表示がされてたの分かりましたでしょうか。これからはまあエキスとかをね受け取るときは、そのテキストでここで何のエキスが手に入ったのかっていうのと、その手に入った個数が表示されるようになりました。今まではそのプラス30とかで、あの花のアイコンが一瞬だけ映るみたいな感じで、まあ、僕がほらよく動画でやってたじゃないですか、そのスローモーションで撮るやつ、このエキス何撮れたかなっていうのを、まあ、毎回スローモーションに撮ってたんだけれども、今後はまあそういうことせずとも、ちゃんと何のエキスが手に入ったかどうかっていうのがここにね、そのテキストで出てくれるようになりました。これはまあ僕個人的にはめちゃくちゃありがたいな、動画撮ってる身としては。ここどうしても見落としがちですからね。で最後ですね、最後はお使いリスト上でキノコの背景にその場所の写真が表示されるようになりましたとあるんだけれども、ちょっとこちら見ていきます。はい、こんな感じですね。これはもう見てもらって一発なんだけれども、このキノコの背景にポストカードになるその背景が写ってるんですよね。キノコのバッグにこの写っているものはポストカードの背景です。この絵柄のポストカードが手に入るよっていうのがね、わかるようになりました。これはまあ僕の地元ではちょっとあれだけど、その観光スポットとか、まあ、まさにその映えスポット的な場所ではこの機能は結構役立つんじゃないかな。キノコからどんな絵柄のそのポスカが手に入るのかっていうのがこれで一発でわかるようになりました。その映えスポットでキノコ叩くときはね、ぜひとも使ってみてください、この機能。ということでね、今回バージョン76の紹介させていただいたんだけれども、やっぱり衝撃的なのはあの超高速ルーレットですよね。あれね、まあ今までその目押しできないっていうの言ってたのに、さらに目押しできないのをそのままにして、さらにルーレットのスピード上げるっていうのはどういうことなんですかね。ちょっとあのアップデートに関しては意図がちょっとわからないよね。なんか不思議なアップデートがやってきたなと、まあいう印象ですね。皆さんよろしければこちら参考にしていただけますと幸いですということで、今回も最後まで見てくださったあなたが大好きですということで、ありがとうございました。それでは。